株式会社テレビ高知は、高知県を放送対象地域とし、テレビジョン放送事業を行っている、特定地上機関放送事業者である、略称はクト部、JNN 加盟局。当社の大口出資者には、読売新聞社や朝日新聞社といった、全国紙を手掛ける大手新聞社が名を連ねており、毎日新聞社、産経新聞社もわずかではあるが出資している。 このため、朝日関連で、高知県に系列局を持っていないテレビ朝日系の番組も多数放送している。また同じく、高知県に系列局がないテレビ東京系の番組も番組購入により一部放送されている。もともと当社は、フジテレビ系列での開局を予定し、準備を進めていたが、開局間際に TBS 系列へ切り替えた。一方で、 高知放送では一極時代に TBS ネットテレビ、富士テレビからも一般番組の晩飯やスポンサードネットを相当数受け入れていたが、テレビ高知の富士テレビ系列での開局の動きを見て、TBS とのさらなる関係強化を図るために1969年に朝7時台のニュース番組のネットを TBS に変更したことで、日本テレビとの間で大きな問題となり、 TBS 系列へのネットチェンジを社内でも検討されるほどになったが、テレビコーチが TBS 系列に切り替えたことで、ネットチェンジを断念したという。開局当時、キー局 TBS の新聞資本は一本化されておらず、またテレビ、コーチ設立の経緯からも、毎日新聞との関係は薄く、読売新聞や朝日新聞との関係の方が深い。なお、読売新聞は、 日本テレビの資本を通じて、高知放送とも関係が深い。県市の高知新聞は、高知放送の筆頭株主であることから、マスメディア集中排除の観点上、開局段階では、テレビ高知には出資せず、その後も上位10社以内の株主には入っていない。JNL 結成後に新規開局したフルネット局では、本来、県域市を手掛ける。 地元新聞社の講演が加盟の前提とされているが、高知新聞社側の事情により、当時 TBS に出資していた朝日、毎日、読売の3大,大手紙が代わりに保証する形で、JNN への加盟にこぎつけた。企業、団体の名称、個人の肩書きは、当時のもの。出展。 1978年3月31日1992年3月31日2003年3月31日1970年4月1日。フジテレビ系列局として開局が予定されていたが、TBS 系列局として開局。高知放送と違い正式に JNN に加盟。フジテレビの番組は一部番組販売ネットに止まる。また、 一部番組販売ネットは、ネットテレビ、東京12チャンネル、独立 UHF 局も含まれていた。ただし、ナショナル劇場、部長刑事など一部 TBS 系番組は、テレビ高知開局後も、しばらくの間は、スポンサーや番班購入枠の関係で、高知放送にネットされていた。百七十五年三月十一日長年展開により、大阪発の、 準キー局が朝日放送から毎日放送に変更し、高知放送で放送されていた毎日、放送制作番組が移行される。ただし、ネットテレビ系列に変更された朝日、放送制作番組の一部は、高知放送と並行して放送された番組もある。1997年4月1日、高知さんさんテレビの開局により、一部アニメなどの再放送を除いた、 富士テレビ系列の全番組が高知さん,さんテレビへ移行。現在は TBS 系列局である一方、高知放送と共有する形でテレビ朝日系列、テレビ東京系列の番組を番組販売で放送している。JNN 系列のリモコンキー ID 地図機関局、中継局2011年7月24日、低波時点機関局中継局現在の番組の詳細は、 公式サイトの番組表を参照。高知さん,さんテレビ会局まで丸がついている番組はさん,さんテレビ会局に伴い同局へ移行したもの。他男性女性、ありがとうございます。